おはようございます。ゆきちゃんでございます。えー、っと、お元気でございますか、えー、寒いのは相変わらずですが、まあ、私はですね、えー、っと、朝5時には大体目が、目覚ましなしで、えーえー、あの、起きます。で、それからですね、まあ、おトイレに行って、ミルクティーを飲んで、えー、それから歯を磨いて、で、えー、着替えをしてですね、 大体まあ5時20分ぐらいには、えー、家を出て、まあ、ご存知の多摩川沿いですよね、多摩川沿いで、ですね、まあ、ぼちぼちご来光かななんていうような感じで、まあ、そのその時にです、ね、まあ、とりあえず、えー、まあウォーキングジョギングみたいな感じで、えー、毎朝あの歩いてますけど、まあ、寒いけどね、とにかく気持ちいいです。で特にまあこの年になりますとね、 やっぱりか体を動かすことが一番だなぁなんて思って、まあ、以前はラジオ体操第1、第2みたいな感じでやってましたけど、最近ね、ここにまあもう一つですね、新しいのが、えー、加わったんですよ。えー、b ライフといって、えー、マリコのいわゆるヨガ教室、これをですね、YouTube で見つけちゃったんですね。 で、このね、マリコのね、ヨガ教室でね、朝ヨガ、昼ヨガ、夜ヨガ、まあとにかくいろんなのをやるんですけどね、とにかく体のね、筋肉の引っ張ってないところで、もう自分の体がいかに硬いかみたいなね、ことをね、もう本当にあのー、目の当たりにしてますけど、もうとにかくね、このヨガはね、非常によく効きます。まあ皆さんもぜひですね、えー、B ライフの、えー、マリコ、マリコのヨガ体操、 まあこれをね、ぜひおやりになったらどうかなというふうに思いますけど、まあとにかくやっぱ美味しいものをいただくにしよう、やっぱりどっか行きたいところにしよう、えー、あの歩、歩いていくにしるせよですね。まあとにかく体が全てでございます。ですからまあ年末になってお忙しい方もいらっしゃると思うんですけど、まあぜひぜひ、まあ体をですね、やっぱり風邪をひかないようにしながら、えー、頑張っていただきたいなというふうに思います。 えっと、さて、えっ、ー、と、いよいよですね、今週の土日、十、えー、18、19の、えー、土日ですが、えー、横浜の品野屋さんで、えー、トランクショーをやらせていただきます。で、ちょっと今日は、まあ、あの、品野屋さんについて、えー、いくつかお話申し上げようと思うんですけど、まあ、品野屋さんはですね、八、えー、1866年、 えー、慶応2年と言われてますから、もうなんと今から155年前には、えー、創業してるわけです。まあ当時、えー、中区の弁天町というところの弁天通りの、えー、動物屋、やあるからからラ,、えー、ラ物屋と書いて、動物屋と当時は行ったんですけど、まあいろんな瓶を売ったりなんかしてですね、ここから開業したのが155年前と。 まあまさにですね、今の渋沢栄一の青典をつけではないですけど、この時代にもう死の根はすでにあったわけですね。で、それからまあ、えー、1870、あれは2年かな。 2年に、まあ、やっぱり日本政府があ、とにかく着物から洋服を着るということで、服を礼服の礼装にするということを、えー、政府が定めて、そこからまあ、我々のこの服を着ることの文化が出来上がってきたというところです。で、1927年にですね、えち、ー、文造さん。 まあ、この方はですね、私も、え、何回か、あの、目にかかってますけど、もち文蔵社長が4代目の社長として、品ネ屋の社長に就任なさって、え、当時はですね、イエガーのニットとか、バーバリーとか、ボルサリーノとか、え、モーレの靴下とか、まあ、とにかく、まあ、いわゆる今でいうインポートですね、薄来のものが山盛り、あの、お使いになってました。 で、それから、まあ、何年か経って、えー、まあ、いわゆる第一次世界大戦、第二次世界大戦がありました。で、ここで、まあ、あの、横浜もですね、焼け野原になって、で、1949年かな、に、えっ、ー、と、横浜の元町に、えー、の、三丁目かな、に新築されて、スタートなさったというふうに聞いてます。昭和24年のことだということです。 で、それから、まあ、えー、皆さんご存知でらっしゃる方も多いかと思いますが、えー、品野屋といえば白井さん。白井さんが1955年に、えー、高校3年生の時にですね、アルバイトとして品野屋にお入りになったというふうに聞いてます。まあ、当時はもう値札付けとかそういうことしかやらせてもらえなかったようですけど、まあ、えー、この品野屋の白井さん。 まあ、白井さんといえばですね、お生まれは、えー、ご存知のとおり、横浜の本木のお生まれです。ですから、本木というともう申し上げるまでもなく、えー、米軍の基地があります。米軍の基地があって、そこで、まあ、白井さんなりに、えー、かなりいろんな意味で、アメリカンスタイル、アメリカの PX から流れてくるようなものや、えー、靴や靴下やいろんなものをですね、やっぱりこう、まあ、えー、見られて、 で、そこから白井さんのですね。クラシック街道がスタートしていくということだと思うんです。まあ、白井さんとはですね。私はえー、桑沢デザイン研究所を出ておりますんで、私の先輩でもあり。 え、まあ私がまあウェイアウトを始めた時にお目にかかってからもう非常に意気投合してですね、そこからまあシナネ屋のオリジナルのえ服作りを随分シャツであるとかブレザーであるとかコートであるとかあらゆるアイテムをですね、シナネ屋さんのオリジナルをえやらせていただきました。これはまあ相当昔のシナネ屋さんがのまあ昔のロゴだそうですけど、シナネ屋のこういうロゴとか。 まあ、ちょうど120周年の、えー、と記念の時には、えー、横浜のニューグランドホテルでやりましたけど、ナ濃屋さんからですね、えー、こんなカシミヤのセーターを頂い,いたりしてます。まあ、えー、これはもうそう前ではないですけど、ナ濃屋のオリジナルのレジメンタルのネクタイです。というふうに私にとってもですね、信濃屋という存在があったから、 クラシックというものの道はどういうものかということを随分白屋さんからも教えていただいたし、まあ様々なのがありました。えー、1999,1959年かなに、ええー、と、もちづきふじこさん。この方はまあ、えー、文造さんの娘さんですが、えー、この方が婦人服を立ち上げられて、いわゆる品根屋の、えー、婦人のオートクチュール。これがスタートしました。えー、新次郎はまあ当時もですね、 デンツの手袋であったり、フォックスの傘であったり、ダンヒルのオイルのライターであったりとかですね、モンブランであったり、ペリカンの万年筆であったり、ライランド・スコットであったり、プリングルであったり、まあもしくはブレイマーとかマック・ジョージとか、あとはグレン・マックとかジョンソンとか、ウィリアム・ロッキーとか、まあウィリアム・ロッキーは今でもやってらっしゃいますけど、まあこんなものをや,やってたりします。 というふうにですね、まあやっぱりルーズ・オブ・ジャパニーズ・ジェントルマン・ショップが品の屋といっても過言ではないと思うんです。えー、ここでですね、まあトランクショーをやらせていただくということで、まあ多くの方は品の屋っていうと敷居が高くてちょっと行けそうもないよなというふうによくおっしゃるんですよ全くそんなことないですから。まあ昔は歴史はある。ただ、重要なことはクラシックにご興味がある方は、やはり品の屋のものを一度はくぐっていただいて、 えーまあ、ご自分の目で見ていただく。これをですね、私もこの土日はおりますんでね、ぜひぜひ、えー、お遊びにいらっしゃっていただき、えー、服を作るということであれば、えー、アポイントを頂戴できればと思いますけど、まだアポイントワークは何人かあるというふうに聞いておりますんで、ぜひいらしていただきたいと思います。 まあ、白井さんからやっぱ教わった中でも、バーバリーのことでですね、えー、GWB2 という、GWB2。これはですね、ジェントルマン・ウォーキング・バーバリー2、いや、二枚袖というようなことを GWB2 というふうに言ったそうです。 あとは DK というふうなえ頭文字が頭についているレーベルについては、これはえベルギーにある生地屋さんで、やっぱり織りの生地を作るんではもうトップトゥートップの UTO ドラッカーのドラッカーの DK を取って、やっぱり DK というふうな名前をバーバリーはつけてたと言われています。ST というののはスイスイ ストップルという、まあ、生地屋さんですね。えー、これもですね、エジプトの上質なものを使ってる、えーえー、まあ、スイスのメーカーですけど、こんな風に記号化していたということ。まあ、こんなことも私は白井さんから随分教えていただいたりもしています。 ええと、会場にはですね、白井さんが長年ご愛用になったものも、えー、ディスプレイなさ、えー、しておりますし、なんといっても、やっぱり皆さんとお目にかかりたいのは、やっぱりロイヤルラインをお作りいただいても、それにネクタイはじゃあ、白、え、井、ー、のこれで合わせるのか、じゃあ、カーディガンはウィリアム・ロッキーがいいのか、もしくは、えー、いわゆるローデンのジャケットだったらこれがいいのか、靴だったらこれなのか、もしくはブレイシスは何なの、えー、フォーズは何なのっていうのは、ほとんど全部揃っておりますんでね。 ぜひ、まあ皆さんに向けて、えー、アドバイスを申し上げられればいいかな、というふうに思います。まあ白井さんとこれはちょっと昔撮った写真が出てまいりましたんで、えー、これは銀座をですね、えー、お二人でちょっと歩いた時のスナップですが、ぜひぜひ、えー、お立ち寄りくだされば嬉しいです。はい。それではまた、えー、水曜日お会いしましょう。チャオチャオボーナジュルナトチャオ